どうもこんにちは、セーラームシューズの鈴木でございます。本日はですね、宮井工業カスタメシューズのオーダー靴のご紹介でございます。もしよろしければご覧ください。どうぞ。はい、本日ですね、ご紹介するオーダー靴はこちらでございます。こちらの靴、オーダーいただきましたのは、イニシャルで言うと愛様でございます。愛様、オーダーいただきありがとうございます。では早速仕様をご説明いたします。まずデザインが ES の12、こちら、外バネのプレーントでございます。はい、そしてですね、こちらのアッパーの革なんですけども、KIW の10、こちらロービックキップのブラックでございます。はい、今軽くですね、プリメンテをしておりますけども、このロービキップはですね、本当に軽く、クリームを入れて磨くだけで、パリッとした雰囲気になりますね。そしてですね、ライニングになります。愛様はベージュをご選択いただいております。他のですね、レッド、グリーン、ブラウンといったですね、革と比べてですね、このベージュだけが、足当たりのいい、革となっております。機能性を優先される方にはですね、こちらのベージュおすすめでございます。敷き革のですね、この半敷きの部分に刻印されておりますのは、宮井工業さんのこちらのカスタメシューズのブランド名ですね、金星あつらえ靴、和装良化というですね、漢字のロゴが入っております。で、続きましてが底ですね。はい、ラバーのタフスタッズでございます。スタッズタイプ、このですね、少しこう出っ張りがあるタイプはですね、グリップ性能が高いのと、あとはまあ素材的に少しこう削れにくくなっておりますので、都市部でですね、アスファルトをガシガシ歩く方にとってはですね、こちらのソールおすすめでございます。化粧ヒールにつきましてもですね、タフスターズと同じですね、素材がつきます。で、続きましてサイドに行きまして、リブですね、愛様はシングル巻きをご採用いただいております。ですので、出し根の糸がですね、こう垂直に、地面に対して垂直にですね、こう縫われているんですけども、その出し根の糸がですね、このかかと部分にはないものとなっております。まあ、後ろから見たときに、シュッとしておりますので、ドレッシーな感じに見えるかなと思います。で、続きましてが、ウェルトですね。ウェルトにつきましては、今回、愛様は、ヒラをご採用いただいております。このコバ周りをシンプルにしたいという方はですね、こちらのヒラ、おすすめでございます。ウレットコバのお色ですね。今回ですね、アッパーの革のお色に合わせまして黒となっております。化粧ヒールの上のですね、この積み上げ部分すべて黒となっております。出し縫いの糸のお色もですね、黒となっております。今回はラバーソールをご採用いただいておりますので、コバ形状につきましてはヒラとなっております。横から見た時にですね、すべてこう真っ平らになっております。で、最後に靴紐ですね。愛様は黒のマルヒもご採用いただいております。はい、今回ですね、オーダーいただきました愛様なんですけども、実はですね、ウィズを広げるだけではなくって、さらにですね、のせ子も、左右で、別々の場所に、行っております。愛様のですね、こう足の形がですね、非常に特徴的でして、ボールジョイント部分の、幅ががっしりしているのと、左右で結構違いがあったんですけども、筋肉ボリュームもかなり違いました。実際先ほどの靴にもですね、乗せ子をさせていただいているんですけども、左右で違う乗せ子をしております。乗せ子というのをですね、簡単に説明しますと、こういったですね、床側があります。で、こういった革をですね、例えば甲の部分にもう少しゆとりが欲しいという方はですね、こういった形で甲にですね、一部こういった革を乗せまして、で、この上にアッパーの革を吊り込みます。そうすると何が起きるかというと、厚さとしてまあ大体1ミリか 1.5 ミリぐらいだと思うんですけども、皆さんが履いていただいた芸術靴よりもですね、この革の厚みの分、甲の部分に余裕ができます。まあ、ですので、芸術靴を履いていただいた時に、他はいいんだけどももう少し一人欲しいなっていう場合はですね、この乗せ子をすることで、皆さんの足に近い状態のオーダー靴を作ることが可能となります。乗せ子に関しましては、3箇所対応できまして、甲、それから親指の部分、それから小指の部分、
はい、この3箇所に乗せ孔というのが対応しております。うちで一番細い B ビズ、そしてうちで一番、太い 5E まで、全ての靴でこの乗せ孔を対応させていただいておりますので、もし皆さんが、オーダーする際もですね、あ、ここをもう少し何とかしたいというところがあれば乗せ孔で対応させていただきます。一般的なパターンオーダーでは乗せ孔までやってるところっていうのは一部あるかもしれませんけども、ほとんどはないと思うんですよね。パターンオーダーを扱っているところでこの乗せ孔もですね対応しているというのは、僕もですね非常に助かった側だったりとかするので、もし皆さんが足に不安を抱えていたりとかした場合にオーダー靴ご興味がありましたらですね、ぜひともお気軽に乗せ孔についてもお問い合わせいただければなと思います。せっかくのオーダー靴ということもあるので、オーダーされる方がですねなるべくご納得できるようにですねお手伝いさせていただきます。不安などもありましたらですね、ぜひともオーダー時にお気軽にお伝えいただければなと思います。はい、ということですね、本日は愛様にオーダーしてきましたこちらの外バネのプレントのご紹介でございました。ということですね、本日は以上でございます。どうもありがとうございました。はい、当店にですね、来られるお客様のうち、だいたい8割、9割はですね、オーダーという経験が初めてという方です。残りのですね、本当にもう、わずかな方は、他のお店で、オーダーしたことがあると、パターンオーダーであったりとか、カラーオーダーというものでございます。で、何人かですね、女性もいらっしゃいましたけども、過去にビスポークでですね、靴をオーダーしたことがあるという方もいらっしゃいました。どういった靴を履いてきたか、どういった靴の選び方をしてきたかというのは、これは僕は音楽と同じだと思ってます。はい、つまりもうそれはその人が生まれて育ってきて、それからまあ活動している、まあ、その周りの環境であったりとか、その人が持っているセンスだったりがこう融合してできているのがその人の靴の歴史だと僕は思ってます。今までは特にまああまり靴のことを気にしていなかったけども、ある日オーダーというものを経験して、そこからいろいろな靴選びを、進めていくという方もいらっしゃいますし、10代20代の頃からオーダーを経験される方もいらっしゃって、ある程度のスパン長くご自身のライフスタイルだったりとか、ご自身のセンスに合う靴を選んでいくと、そういう方もいらっしゃるようです。まあ、なので年配になったからオーダーなんかもういいやというのではなくて、本当に思い立ったが吉日というわけではないんですけども、本当に欲しいと思った時がオーダータイミングかなと思います。当店においても10代の方はさすがにいらっしゃってないですけども、20代の方から上は80代の方までオーダーに赴いていただいております。うちはもう本当に宮井工業さんのカスタメイシューズを扱っておりますけども、その中でもやっぱりお話をさせていただきながら、なんとか皆さんの履き心地、歩き心地になるべく近づけるように努力はさせていただきますので、ご興味ありましたらご連絡いただければなと思います。パターンオーダーじゃなくてビスポークがいいんだという方もいらっしゃると思います。で、そういう方はですね、本当にもうぜひともいろんなブランド、いろんな靴のですね工房なんかも訪れて自分に合うものを選んでみるのがいいかと思います。多分本編の中でも言ってましたけども、パターンオーダーで例えば乗せ孔をやってるところって、僕が知ってる限りは宮井工業さんと、あとは山陽山町さん、この2つだけだと思います。で、多分山町さんは僕の記憶だと定価プラス2万2000円でしたかね。で、多分パターンオーダーしてくれて、でさらにはそこから乗せ孔、山町さんだとこう乗せてって言ってましたかね、宮井工業さんでいうと乗せ孔を対応してくれるはずです。もちろんね、仕様であったりとか着型もね、もちろん全然別物なので、どういった着型が合わないっていうね、多分いろいろ出てくるかと思います。いろんなね、ブランドがいろんな、チャレンジをしますし、またうちのようなね、サロンってほどでもね、ないんですけども、お話をさせていただきながら、皆さんの、思いを具現化していく、お手伝いをさせていただいている店もですね、あまたありますので、そういった中から、ぜひともご自身の感覚に合うもの、もう本当にこれはもう波長が合うところをですね、お選びいただくのが本当にいいのかなと思います。オーダー経験ある方がね、ご覧になっている方もいらっしゃると思いますけども、ぜひね、コメント欄の方に、このオーダー良かったよというのがあればですね、書いていただければなと思います。はい、ということで本日は以上でございます。チャンネル登録、それからグッドボタンを、どうぞよろしくお願いします。本日もご視聴いただき、ありがとうございました。